はい、どうもこんにちは、沖縄の杉です。まあ、今日はちょっとね、一日中出かけていたんで、まあ、非常に疲れてのプレー。はい。そして、まあ、とりあえず、ちょっと、また感覚を忘れないためだけに、いきますね。ものすごい疲れてるんで、もう、多分これ1000ぐらいやったらもう寝ようかな。風呂入ってね。と思って、はい。出だ、出だ。よし。もうとりあえず。当たんねえな。よし。ちょっと、マニュアル射撃、予測だと時間食うんで、パッと当てたいときはもうマニュアル使ってみてるっていう感じのプレイでやってます。で、今回は、ちょっと考えてるのは、おとりプレイ、嫌がらせプレイ、敵を、なんだ、とにかくおとりですね、おとり。敵に追いかけ回されるプレイってやつを、まあ、意識してやってみておりますが、まあ、どんなんだろう。うん。もう自分がキル取るつもりではなくて、本当に敵を引きつけるおとりになる。うん。さて、ただもう点数やばい、離れちゃったな。うーん。さて、よいしょ、えい、取るよ。こういう時はラゴーの方がいいんだけどな。まあいいや。はい、中継地点 B ゲット。このまんま、こういう判断はどうかと思うけれど D 行きます。とにかくみんなが A に1箇所に止まっちゃってるので、こっち側を荒らせば、荒らせば、敵こっちに何体か来るよ。あ、2番いない、2番落ちた。それは確かに助けに行かなきゃ落ちたくもなるよね。けれど、ちょっと敵がこっちに来てくれれば OK なんだけど、なぜ味方が来る。中継地点を奪われました。中継地点を占拠。まあ、いや。このまま C で3番さんが A を取ってくれれば、よし、オッケー。はい、C。占拠した中継地点で、この状況を味方の敵を撃破。中継地点を占拠。よいしょ。どっち行けばいいのかなと。まあ、とりあえず7番。中継地点を奪われました。中継地点を奪われました。よいしょ。せーの。百式。やばい。とりあえず、まあ、嫌がられるようなプレーをすればいい。隠れる。お？ああ、ちょ、出ちゃダメ、出ちゃダメ、出ちゃダメ、取るんだよ、俺、こう。よいしょ、A、B。救援要請つったってな。あれ？まあ、とりあえず、はい。敵来ちゃった。からとりあえず3番の人に取ってもらおう。で、よいしょ、このラゴで嫌がられるプレイ、嫌がられるプレイ、嫌がられるプレイ、性格悪そう。はい、とにかくみんなが敵こっち来い。よいしょ。はい、時間稼ぎ、痛い。敵を引きつける。さあ、おとり、俺はおとりだよ。よいしょ、ま、今のは間違い。よし、はい、よし、ああ、ダメか。それでも、今度、E と D が開いた。そっか、味方もこっち来ちゃったのか。な？これで、どうしよう。点差がこんなに開いちゃった。戦いに行くべきか、取りに行くべきか。取りに行かせていただきます。とりあえずこのガンダムは無視。よいしょ。どうしよう。
よし、このまま。そう、劣勢も劣勢だよな、すげえ。反撃の糸口。どうすればいいんだろう。こっからの逆転思いつかない。それでもいいや。とりあえず、D。とりあえずこういうとこ掘って回れば少しでも少しでも、うっそ、どこ、あれか、はい、隠れ、ここを取る、ここを取る、よし、あれ、なぜ落ちた、よし、はい、逃げろ、よいしょ、痛いってか、よいしょ、ちくしょう、痛いってば、隠れる隠れる、よいしょ、あったれ、あ、俺死んだ、まあはい、この立ち回りは、ま、間違いかな、どうなんだろう、よくわかんない、とりあえず攻撃力あんまりないからおとりプレイって言っても、まあラゴーの延長線上のようなこんな感じの動きしか思いつかなかったんだけど、どうだろうな、まあ、とりあえずスコアは今回の戦闘結果です。おお、なんだろう、まあはい、まあ、とりあえずこういうスコアでした。ほう、まあいいや。というわけで今回はこの辺で。それではまた、寝ます。おやすみなさいまし。バイバイ。